キリマン。大体町はこんな。ハマチパキロ。例えば面白がって入るとそういうのはやめて。おはようございます。アキラです。今日はですね、今バイク1年に1回バイクの、まあ、排ガスチェック、まあ、日本でいう車検みたいなもんですかね、まあ、非常に簡単なものですが、それを今1年に1回のバイク屋さんに、バイク屋さんというか検査場に預けてきたところです。で、まあ昔は預けて10時ぐらいに、まあ、8時に終わって、ね、預けたら10時ぐらい、2時間ぐらいで終わったんですけど、なんか今日は3時過ぎに戻ってこいということを言われたんで、今どうしようかなと近くを散策しています。で、今日はこの町に結構移住、住んでみたいと考えている方が多いというお問い合わせをいただいたりする機会が増えてきたので、まあ、この町についてですね、簡単な、まあ、リアルな現状っていうんで、あまりキラキラしてない部分も踏まえてご紹介できればと思います。で、ここは黄色いとこ、これシリマンっていう、ここの学校がですねあるんですけど、大きな学校が、ここの病院です。これ映るかな、シリマン映ってると思いますけど、シリマンユニバーシティメディカルセンターと、まあ、大学病院ですね。いろいろもっといい病院があるとかいうご指摘をいただいたりもしますが、まあこういう大きなところもありますということです。私も尿管結石で1回入院しました。あっちにはラーメン屋さんの一楽さんの支店があったり、結構この辺は賑やかですね。こういうバイクが置いてあります。だいたい病院関係の人のバイクです。この今バイクを動かしている方にお願いして、一回止めると今の方に5ペソ約十数円払うと。そうすると、まあ結構ね、止めてるのがこういうギリギリなんですね。あんまりケチって自分でここから出そうとすると隣のバイクを傷つけてしまったり、そういうこともあるんで、ああいうプロの方にお任せすると、まあね、5ペソですからそれほど高くないんで、それでいいんだと思います。で、今ですね、まあ、大体町の、まあ、こっちはね、これずっと行くとシリマン大学のキャンパス内に入ってきます。なので関係者がここ通ったりしてますね。大体町はこんな感じです。今朝の9時、8時半9時頃ですが、こういう交差点も何もないんで、自分でアピールして進んでいくということになります。ちょっと大通りはこんな感じ、大体まあ人通りは、車もこれくらいの量で結構増えてきましたね。今トライシクル走ってますけど、あれ1回乗ると15ペソ約40円ぐらいですか、それくらいです。で、一本裏に入ると結構こうやって静かですね。で、大体こういうとこにこれ洗濯屋さん、1キロいくらとかで売られてます、売られてるんじゃない、払ってくれます。いくらかな、キロ8キロでいくらとか書いてなかったですね。どうかな、大体忘れちゃいました、すいません。一本入るとだいぶ静かですね。こういったとこに最近は、僕ね、お店なんかあんまなかったんですけど、さっきの大通りがかなりだいぶ賑やかになってきてるので、最近ではこういうところもですね、だいぶお店をポコポコっと増えてる、そんな感じです。で、よく聞かれるのが、この車、こっちで、まあ、今も綺麗な車がいっぱい並んでますけど、買った方がいいですかという問い合わせをいただくんですけど、まあ、お金に余裕のある方は全然
買っていただいて結構だと思います。で、まあ、この今トヨタのウィゴ、こういうのがね、だいたい1300cc ぐらいだったかな。軽自動車っていうのはこっちはないんですけど、ああいうトヨタのちっちゃい車で150万円前後ぐらいからだと思います、新車ですので、あの決して車は安くないという感じですね。こういう大きな車になってくると400万前後とか、ハイエースなんかもっとするのかな。だから車は結構あのローン組んだりして買われる方が多いみたいです。そのいつかは車に欲しいという方ですけど、まあ私みたいな人にとっては移動手段バイクで十分ということであれば無理して買うことはないです。ちなみにバイクは今、だいたい8万ペソ前後ですか。8万ペソだと20万円、 2.5 円でだいたい、そうですね、今20万円前後ぐらいでスクーターとかバイクの方は新車購入することができます。あ、お店があるな、行ってみよう。あと飲み水屋さんですね、ここね。洗濯か、ランドリーショップだな。聞いてみよう。 Excuse me, how much per kilo? 35 per kilo. Yeah, t-shirt and short pants. And then the bed sheet and towel and blanket 70. 70 per kilo. Okay. Thank you very much, mom. キロ35ペソ、普通の服ですね。ブランケットとか、あのいわゆる毛布とか厚手のものになってくると70ペソって言ったかな。だから35だから70円、80円ちょっとですか。普通のものが、厚手のものはキロ70ペソだから170円とか80円とか、それくらいだと思います。なのでまあ、一人暮らしとかね、あの洗濯嫌いとかいう人はああいうとこで頼むのもいいと思いますが、いかんせんあのどんなものであの洗ってるかっていうのはクエスチョンなもんですから、あの一緒にね、あんまり綺麗好きな人は使わないっていう方もいらっしゃいます。ちょっとさらにローカルな路地に入ってきました。まあ、この辺りになってくるとあまり日本人の人は入らないですよね、こういうとこは。なのでさっきのちょっと人通りのないところぐらいが一般的です。こういうとこはまあ、あの不用意に入るのはね、あの慣れた方は別ですけど、来たばっかりの人は例えば面白がって入るとかそういうのはやめた方がいいと思います。まあ危ないということはないですけど。モーニングモーニング、普通にね生活してるんですから、まあまあ意図的に撮らなくてもいいかなというふうには思いますが、まあこんな雰囲気というところだけ今回はご紹介しておきます。まだまだインフラとかこういうところ発達してない。それでも今私が歩いているところはコンクリートが打って下水かな、ちゃんと土偶みたいなものも排水かな整備されてるんで、まだまだいい方だと思います。まあこういう、ところも多々あるドゥマゲテこの町ですけど、まあ、あの本当に移住検討の方が本当に増えてきて、だんだん日本人も活気づいて賑やかになってきそうな予感がしています。今日はこんなところで失礼します。朝のフィリピンデマゲテの様子でした。
このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。また私が40代でセミリタイア生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますので、そちらをぜひご覧ください。また具体的な質問がある方は概要欄にあるメールアドレスか Twitter の DM までお願いします。ありがとうございました。